このコントローラーやばいっすね。2990円で、このパフォーマンス力はえぐい。コメント欄に各項目分けで見れるようにしてます。気になる項目あればコメント欄チェックしてください。今回はこちらのプロコントローラーを紹介していきます。 Amazon の評価はなんと 5.0、 値段は2990円。ジャイロセンサー搭載の連射機能付きです。 Windows と Android にも対応。フル充電されるまでの時間は2時間、フル充電されてから連続で使える時間は8時間から10時間です。十字ボタンが好きなモデルに交換できるのが特徴です。それではこちらのコントローラー、プロコントローラーの重さを測っていこうと思います。前回紹介したこのプロコントローラーの重さが 200g でしたので、まあ、今回はねそれと比べていこうかなと思います。さてさて、はい、いきまーす。ドン。212g です。この青いコントローラーよりもちょっとだけ重いかなって感じ。いやでも持った感じはそんな変わんないな、そんな変わらない、重さ的には。まあでもそう、あでもずっとこうやって比べるとだんだんこっちの方が重く感じてくるかなっていう印象はありますね。握った感じはね、あの僕的にはなかなかいい、だいぶいい。前回のねこのコントローラー、これトマトさんが握った時なんかこれが気になるみたいなこと言ってましたよね。このボコボコが、 R のボコボコがね気になるって言ってたんですけど、確かにこうやって握るとこの人差し指のところに来るんでちょっと邪魔なんですけど、そう今回これ平べったい、平べったいタイプ、ここがね。だから握った感じも大丈夫、何にも違和感なく持てる。あとはね、なんかね、ここの感覚、このこっちの軸握るとこと、こっちの握るとこの感覚がすごい広い。なんかこの、こういう形してますよね。前々回のこのディノファイアとかは、まあ、コントローラー自体がちっちゃいっていうのもあってね、こうやって被せてもサイズ感、ほら、あ、手とか、手のとことかもう、全然長さ違うんですけど、ちっちゃいっていうのもあったし、あとこれもね割とね広く感じたんですけど、なんかこれはもっと広く感じる。でな、重さも割とこっちよりあるから握った感じは結構ガシッと掴める。あとはここにねなんか滑り止めっぽくなって素材が違うんで、うん、ガシッとなってる感じがします。まあ、デザインもね、なんかここスティックのところ赤と青になってて、ちょっとオシャンですね、これね。普通のコントローラー、今までのコントローラーとか、ほら、結構単色、どっちかが赤だったら両方赤なんですけど、こうなんかちょっとアメリカンカラーですね、この、スパイダーマンとかスーパーマンはこの配色ですからね。その感じが しますね。じゃあ、ボタン、押してみましょう。あー、これ結構いいな、優勝候補な気がする。今のところ。うん、このコントローラーと同じくらいの、押し具合なんですけど、やっぱね持ちやすいから押しやすい差を感じる。でね、多分ねコントローラーの作りがちょっとこう A ボタンに行くにつれてちょっと下がってるんですよね。こうでこっちのボタンはそこまで下がってないんですよ。こっちのコントローラーはむしろ上がってる、モコって上がって、 A ボタンのところがちょっとモコって上がってるんですけど、こっち A ボタンこう下に下がってる作りなんですけど、それがね割と押しやすいかもしれない、親指とか。あとはまあジャンプボタンが基本的に B だとして、 B してジャンプもやりやすいかな。で十字キーも押しやすい。でね、このコントローラーね、十字キーをこのタイプに変えられるんですよね。このダイヤモンドみたいなやつ、この十字を取り外してこれをくっつけるとこのモードにできるんですよね。じゃあちょっと今やってみますか。これ怖いな、いきなり壊したらやばそう。どうやって飛んだろうこれ。あ、取れる、取れました、十字キー取れました。でこれ裏がこういう形になってるんで、このままはめ込むタイプ。あ、できた。うわ、ええ、これちょっとどう、これどこ押してるか分かんなくないですか。
確かに。これ面白い、面白いけどどうなんだろう、間違えそう、斜め右とかやってもなんか斜め押しちゃいそう。まあでもこっちでやりやすい人は、ね、まあ変えられるからね別に、なんでどっちが悪いとかはない。まあ僕はこれは多分使わないかな、こっちのモードは。まあ後でやってみますけど、うん、ただねこれは親指キャッチタイプなんで、親指休めるにはちょうどいい大きさかもしれない。で今回それでああいうと、このコントローラーもこのアナログスティックのお腹はこのディノファイアと同じで親指キャッチ型ですね。前回紹介したこのコントローラーはキャッチ型じゃなくて奥型なんですよね。平べったいんで親指を置いてこう操作する感じのスティックだったんですけど、今回はちょっとボコってへっこんでるんで親指を中に収まるタイプのコントローラーですね。ちょっとこれじゃあ僕戻しますね。面白いわここ変えられるの。じゃあ次 R、 あーいいね、ほらここがもう優勝候補ゆえん ZR、 ZL、 ここ長いし横幅も広い、僕のね理想としてる形を叶えてくれた。前回のこれは押し具合良かったんですけど、ここめっちゃ細くてやりづらいっていう話をしたんですよね。ここまでコントローラーなんか作られてるんだから、もうちょっと R2 とかね L2 とかを、ね、幅広くしてくれればよかったのに、これと上と同じくらいの細さなんで、こうやってやってて白熱するときにずれちゃうんですよね、指が。下を押しちゃう気持ちになっちゃう。で、前々回紹介したディノファイアは、横幅はなくて縦が長かった。だから、まあ、このコントローラーよりは、下目を押しても使えたんですよ。ただ、ここが深いんで、結構がっつり押さないと、反応してくれなかった、銃を撃ってくれなかったりとかしたんですけど、だからこれくらいの、気持ちじゃ全然反応してくれなかったんですね。結構ガシッガシッガシッってやらなきゃいけなかったんで、そこがお互いにね不満があったんですけど、今回のこのコントローラーは横幅もあって縦もある、このほらまつげみたいになってるんですよ、こうパサッとまつげタイプまつげタイプなんで、すごく押しやすい。このねやっぱね先っちょだけをにね人差し指を置いてこうやって押すのいいんですよね。これめっちゃいいかも。5.0 な理由わかるかもしれない。押してみ。あ、でも、全然。そう、浅くない？うん。こんだけ今回は幅があって、結構ギュッていくと思いきや、ここまでしか下がんない。全然違う。全然違うでしょ。それめっちゃ沈みますもんね。これやだ。これね、やだね。これ、この感じは、純正のプロコンに似てる。プロコンも結構、あれなんですよ。幅が狭いんですよね、ここの。沈み具合が。ただこのコントロールはもう同じくらい。で R、 あ R、 上どうかな、これ上どう、押した気しない。そうね、上はちょっと押した気しないかもしれない。でもほとんどのゲームってこっち使うんで R じゃなくて、だから結構いいな、握った感じも良くて L も R も、ああいいよこれだいぶいい。でこのアナログスティックもPS4 配置なんで、僕の好きなタイプ、この一番最初に紹介したこれね、これはもう上なんで、僕 Wii U 勢じゃなかったんで、もうね大変大変これでゲームするのはだからこれはもうダメ。距離感がさ、そうね、やっぱここ全然違うね、この距離感が。こう並べてみてもここの距離感がねいい具合にあるね。これは逆に近すぎだよね、これは近すぎ問題。これも割と近い、これとこれでどっちだったらいい、どっちがいいかっていう話になった時、僕はこっちって言ったんですよね前回。なんで今回はこいつの今暫定1位がこれなんで、この決戦になるんですけど、まあゲームする前の感覚としては今これちょっとポイントかなり高いかな。じゃあ実際に次はこれでねゲームで遊んでいこうと思います。今ねだいぶさっき触った感じではいい感じしてるんで、青いコントローラーこれね、このプロコンを超えられるんじゃないかっていう風に期待しておりますよ私まあここで動いた感じも全然いいですね。うん、いいね、やりづらさ全く感じてない。PS4 のコントローラーに近い。やっぱね僕の判断基準がちょっとそこに寄っちゃってるからっていうのはあるかもしれないですね。日頃 PS4 をプレイしてるから、いかに PS4 のコントローラーに似てるかみたいなところが使
いやすさに直結してる気がします。だから PS4 全然プレイしてなくてスイッチだけだよっていう人は、うん、今までのコントローラーも別にそこまで悪くないのかもしれないけど、まあ、あのサイズとかはね正直 PS4 だろうがスイッチだろうが関係ないんで。そう、あのディノファイヤー赤いやつです、このスティックのとこが赤いコントローラーは、そうですね、フォートナイトとやる上では結構きつかった。ずっとやる上ではね、長時間、もう1時間やったら多分相当疲れると思われて、ほら相手めっちゃ当ててくるじゃん、回線強者だわこれ、回線弱者、うん、うん、いる、えい、話しやすいし、こういく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 こういあれ作ってるの、あの、うん、あ、いね、いる、甘かったな。隠して、ね、隠れてた。隠れてた、そう。かわいい。かわいいかよ。見逃さないけどね、ごめんね。いや、いいですよ、このコントローラー。ちょっと、フォートナイト部門では、ダントツだわ。え、一番、うん、一番。もう、ダンのトツ。本当に、うん、なんで、それ配置の問題、配置の問題もあるし、R、前回のやつ、ボタン、青いやつは、配置、別に完璧だったんですよ、俺的に。うん、だけどあの R ボタンと L ボタンが押しにくかったんで、特に N2 ボタン、これ N2 で打つんですけど、これこのボタンで打つんですけど、あのここがうわびっくりした、苦手だ。プロコンとどっちがいい？うわー、それ、あ、でも今のところプロコンよりいいかもしれない。本当に？うん、プロコンよりいい。ショットガンもほら当たるし、プロコン、いやーどうだろう、いやでも結構マジでいい。これ Amazon の評価 5.0 ですよね。ですよね。これ分かる、 5.0 の理由、使いやすいか使いにくいかで言ったらもうダントツ。さすが 5.0。 これはあのプロコンって7000円くらいするんですよ確か。で、ノープロコンをちょっと買おうかなって、フォートナイトのためにとか、他のゲームのためにとか考えてるのであれば、このコントローラー、やばいっすね。2990円で、このパフォーマンス力は、えぐい。かなりえぐい。なんで、これ、フォートナイト部門だと、多分、これ、1位です、今のところ。後で総評しますけど、フォートナイトではとても使いやすかったです。さあやっていきましょう。だいぶずれてんだ。いやーやっぱいいね、配置が PS4 の配置。まあね、正直ね、スマブラはね慣れだと思うんだよな。あの一番最初のワイヤレスコントローラー、紫じゃねえ、あのオレンジのやつ、もう配置別にあれに慣れちゃえば何も問題はなかったんで、スマブラに関しては、おっと、うん、持ちやすいし、十字も別にこのゲームそんな使わないしね、握り加減も重さもいい感じだし、一回ずらさ全くない。あのこれ今振動結構してるんですけど、あの青いコントローラーめちゃくちゃ振動強かったんですよね、あので、それは程よい、これ程よい振動感、僕割と振動好きなんで、別に前回のコントローラーも良かったんですけど、あれ強すぎっていう人絶対いるんで、確かにね、めちゃくちゃ強かったですよね。うるさいレベル、そうそうそう、勝ちました。いや、スマブラもね、ボタン配置も押し具合もだいぶいいですね。前回のね、このコントローラーはね、なんていうんだろう、やっぱここが気になったりとかしてたんですよね。配置的には全然もう何も問題ないんですけど、うん、あとガードするときとかにここが R が細かったんで、そこでちょっと押しづらかったんですけど、これはね
沈み具合もすごくちょうどいいし、まつげ型になってるし、この先っちょだけで いけるんで、だいぶいい。スマブラもちょっとだいぶいいな、これ。スティックの位置もそんな近くないもん、ね、うん、近くない。近すぎないで、いい距離。いい距離なんで、よかったですね。あ、行きましょう。できないけど、もう音がわかんない、これ。行きましょう。お、あれ。あー、3位。そうですね、別に疲れは感じなかったですね、このコントローラーでレースゲーム。だからマリオ、別にソニックに限らずマリオカートをやるときとかも全然このコントローラーで大丈夫だと思います。じゃあね、総評としては、まず持ちやすい、持ちやすい、ボタン押しやすい、 R、L も沈み具合、横幅もいい、とてもいい。で、前回暫定1位になったこのコントローラーの唯一の弱点だったのが、この RL だったんですね。 RL が細くて、ここに隙間があるんで、シューティングゲームとかでこうやってやってる時にこっち下に指がいっちゃって、ちょっと押しづらいっていうところがだけね、僕的には感じた難点だったんですけど、そこを上回ってきたので、このコントローラーは、なので、このコントローラーとこのコントローラー、どっちを買おうかなって迷ってる人は 100% こっち、今日の紹介したワイヤレスコントローラーの方が 100% おすすめです。ってことは、今のところこれね、4つコントローラーね買いまくって紹介してきたんですけど、1回戦この2つの対決、こっち勝ちました。これね、これ1位になりました。で、第2回戦、この暫定1位とこの青いコントローラー勝負しました。青いコントローラーが勝ちました。使いやすかったです。で、今日青いコントローラーと本日のこのコントローラーが勝負して、こっちが使いやすかったので、スイッチ最強コントローラーはこれです。彼に決定しました。皆さん、今の4種類のね、コントローラーで購入迷っている方がいましたら、ぜひこのコントローラーで間違いないと思いますので。でね、あと1個あるんですけど、それはおまけ程度なので、うん、まあ、このランキングには入らないかなと思いますが、一応もう1個紹介しているので、そちらの動画もぜひ見てみてください。では、今日はこの辺で失礼いたします。さよならー。